まっちゃんが明日朝から小テストとか言ってたじゃん。ああ、あれ谷ちゃんがデマじゃねえかって言って。なんだあれ。何やってんだてめえ。道塞いでんじゃねえよ。なんであの状態で鹿島のいる場所がわかるんだろう。で、なんだ明日の小テストの話だっけ。